ペトシキの紋章、ペトシキは、ロシアブラジーミル州南西部の都市。ペトシンスキー地区の行政中心地でもある。メッシチョラ定地の北縁にあり、クリア島側の左岸に位置する。州都ウラジーミルからは西へ 67km、最寄りの都市コスチェルボの 9km 西。人口は16,482人。モスクワウラジーミルニ次ニノブゴロド間の鉄道と、高速道路が通る。 ペトゥシキの文化の家ペトゥシキの地名は1678年の記録に見えるが、このペトゥシキは現在のペトゥシキからは離れたところにある村でスタリエペトゥシキと呼ばれる。ペトゥシキはロシア語で鶏の複数型で町の紋章にも2羽の鶏が描かれている。1861年にモスクワとニジニノブゴロドを結ぶ鉄道の駅ができ、同時に駅舎 1926年にこの集落は都市型集落、のびペトシキとなり、1965年11月11日にペトシキ村と合併してペトシキ市となった。ペトシキ駅にある給水塔、シューホフタワーの例1910年、ペトシキのスブヤトウスペンスキー聖堂が建造された。この聖堂は古いロシア建築を模したものである。ペトシキ駅には、 ウラジーミルシューホフの設計した総局面構造の給水塔が残っている。街には地方紙博物館及び絵画や民間の工芸品などを展示する美術館がある。ペトシキの名は作家ベネディクト・エロフェイエフの1970年の物語誌酔いどれ列車モスクワ初ペトシキ業で有名になった。地下出版によりカルト的な人気を博したこの小説は ある酔っ払いがエレクトリー地下に乗って、モスクワから美しい妻と子供の待つペトシキへ向かおうと、する様を描いている。暗いトーンとユーモアでソビエト時代の現実を描く、この小説では、ペトシキは、モスクワとは対照的な理想郷のように描かれている。ペトシキ駅、ペトシキには、計測機械などの電気製品を製造する工場、繊維工場、製材工場、チョコレート工場、 建材工場などが立地している。ペトシキは1862年に全通したモスクワ、ニジニノブゴロド間の鉄道沿線にあり、ペトシキ駅はモスクワの始発駅から 126km の位置にある。シベリア鉄道へ向かう列車の多くはこの路線を通過する。ペトシキはモスクワからウラジーミル方面へ向かう通勤列車のほとんどの終点でもある。鉄道のほか。 モスクワニジニノブゴロドカザムファカンの高速道路 M7 が通る。ありがとうございます。